ソテーされたポテト、玉ねぎ、ベーコンソテーは平たいフライパンに少量の油を用いて比較的高温で火を加える調理法である。ソテーの材料は通常、調理時間を短くするために小さく薄く切られる。ソテーされた食物は食感や水分、味を保持したまま褐色化する。肉や魚をソテーした場合、残り汁をデグラスセしてソースを作ることも多い。 似た調理法にパンフライングがあるが、こちらはソテーよりも大きめの材料を早く調理するための方法である。二つの調理法を使用する、油の深さで区別する料理人もいるが、ほとんど同じ意味で使うものもいる。また表面を褐色化させるだけのシリングや、大きく揺すってかき混ぜるように加熱しすべての材料を一度に調理するスターフライングとも異なる。ソテーには、 オリーブオイルやスマッシュバターが使われることが多いが、どんな油を用いても可能である。通常のバターは風味が良いが、乳固形分の存在により、温度が上がらないため、ソテーにはスマッシュバターがよく用いられる。ステーキをソテーと同じ意味で使うことがある。例えば、ポークソテーとポークステーキの間に、 厳然たる区別は存在しない。ソテーという言葉はフランス語の飛ぶという動詞の過去分子型である。これはフライパンに油を引き摂取500度以上に熱すると発火点を超え材料がフライパンの上を飛び回ることから来ている。オニオンとピーマンをソテーする料理人ソテーではすべての材料は一度に熱され素早く調理される。このために ヘラを用いたりフライパンを揺すったりして、具材を素早く動かす。ソテー用のフライパンは、煙の逃げ場ができるようにすべての具材が一つ、層になれるほど大きいものを使う必要がある。ソテーパンとして、専用に売られているものは、そこは広くて平らで円は低く作られており、熱せられる面積を最大にしている。円が低いことで、水分はすぐに蒸発し、蒸気が逃げることができる。 通常のフライパンの円は丸いのに対し、ソテーパンの円はまっすぐで直角であり、揺すった時に材料がこぼれにくいようになっている。ポークソテーは、英語では、ポークソテー、ソテイドポークと表記される。味付けは、デミグラスソース、オレンジソース、和風の生姜焼き風など様々。ありがとうございます。